今では多くの人々がこの地域に戻ってきている。それは用水路ができ、かつては荒野だったこの土地で農業ができるようになったからだ。ここもかつては見捨てられた土地だった。今では人参や大根、そして株などが取れる豊かな大地に変わっていた。دا مخکی یو ډیر دشت و دیگه ایس فصل نو شوه دیگه منگا نو فصل گی نور گازر ده آلو باسو او ملیو باسو او چرت پالکی نومین へのインタビューはたびたび中断された。上空は隣の州へテロ掃討作戦に向かうアメリカ軍のヘリの通り道になっているという。だほんまるまはばらでちじだがこなるびすぬたやすかさぬりやてるりもひでわりまたもんがだわたんじゅうろひずまっばかうほでディナだまるみぎちだはらずもんでわたんぼじゅうりとだがねり。アフガニスタン中村医師は一人働き続けている。将来日本の技師が来てですね、見て笑うような工事じゃダメだと思うんですね。100年は持ってもらわんといかんから。去年数年に一度という集中豪雨に襲われた。乾いた山肌は一気に土石流となって流れ落ち、できたばかりの用水路が埋まった。全長 25.5 キロにも及ぶ用水路ではところどころで水が漏れたり泥がたまる場所も出てくる。中村医師は1日 5,6 箇所の現場を回り指示を出していく。アインダーダウムミキーかな、最初だ、デルブランコ最初かな、だけどどんだでどんだでボルシャラルウブアマンジャテレイ。壊れては補修し、補修しては壊れるという繰り返しだ。نور باقی مانده چه دوی کار من که او کنه آقی بانه من دیر خوش حاله چه سمره تکلیفی و سمره دغمی کنه نور ده کانال کار خوچه من پا جمعی پوڑی که دا که دو دار ار کار چه کمیو داگه طول مشقتی تکلیفی کنه من دسی فکر که او چه داو مغزی دشت داره مگر اوز پا کوشش سره ده خلکو پا کوشش سره ده جاپان ده خلکو پا کوشش سره ده از مکه اوز من که دیس خکاری چه ده باده برا کم خکاری دیکی من این دوانه کرو آینده دی پاره اوس یو لس ورځې وخت شته دا اوس جوړو بیا تخم راغواړو دې کې به تخم کرو اندوانه به دپاره او نور د پرتو هغه سرته م شړشم کړلي شفتر هم کرلی. 先月村人たちは中村医師に花を贈った。用水路にかけた長い年月笑顔があふれた。最後に行き着いたところが砂漠で、これがまた広いもんですからね、まだまだ仕事があるなと思って試案中ですけどね、まあ嬉しいですね、まあ、やっとね7年がかりでそれだけ通したんですから。これだけではダメかもしれませんが、で彼らの生活スタイルだとか文化だとかを、まあ、それなりに尊重しないとですね、決して力ずくで抑えてもかえってそれが倍の形で跳ね返ってくるんですね。でそれは決して戦車だとかこの武器では解決しないんですね。こういう土壌があって初めて我々平和ということを言えると思うんですね。家族がこの食えるということで、ふるさとに暮らせるということ、これは非常に大きな要素じゃないですかね。挑戦は今も続いている。中村医師の最終的な目標は用水路の到達地点である広大な砂漠に新たな村を作ることだ。この砂漠には水が来たばかりでまだ荒涼とした風景が広がっているが、よく見ると小さな小さな緑が芽吹き始めている。
田村さんの継続する力に本当に頭が下がる思いですね。本当にそうですね、まあ、あの農地を作って農業を盛んにする、それからあの学校を作って子どもたちに教育を与える、はい、そういうことって、ね、こう日本がアフガニスタンのような国に対して、まあ、行う、まあ、べき何ですか、日本の役割みたいなものをこう中村さんが一人でこう示しているっていう、うん、そういう感じしますよね。本当私なんかもなんで中村さんがこれほどのことできるのか、もっともっとこう何ていうんですかね、学びたい気がしますよね。うん、あの中村さんがねこう発言されている中には、その外国 の, そのお金による支援っていうものは結果フィクションに過ぎない、なぜならば一部の人たちに大変な過敏な贅沢を与え、そして大変な貧困を生むんだと、これでいいのかっていうのは行動し続けている方だけに非常に重みがありますよね。本当ですね、うん、そしてあの絶対武器では解決しないというですね、まあ、そういう信念、まあ、これとって完璧ではなく、伊藤さんのようなですね悲しいことが起きてしまいます。だけど多分想像で申し訳ないんですけど、中村さんはやっぱり仲間である伊藤さん、自分の中に入ってくれと、そして一緒にこれからもアフガンで支援活動を続けようよっていう信念にも似たお気持ちがあるからこそ、ずっと続けられるのかな、そして伊藤さんのやってきたことも報われるのかなって気がいたしました。